そういう風になってくるとどんどん追い込まれて思考が止まるんだよ、こういう人ってのはね。思考がもうバカだから、そういう人は。もう何も勉強してないから。もう思考が止まるんです、みたいな。熱血コンサル、基礎産業。現在、法人を経営していますが、すでに保証協会で代位弁済を行った債務があります。保証協会から一括返済を求められる可能性もあり、焦っています。他の借り入れも条件変更中で、資金ショートの恐れもあります。保証協会から一括返済を求められた時の対応策や、受け答えはどうすればよいでしょうか。代位弁済中の保証協会との付き合い方をご教授いただきたいです。結論全部ね、代位弁済してるからっていうことで、一括返済しろと言っても一括返済できないと。でも一括返済するっていうんだったら、やっぱ破産してからやっぱ整理するしかないってことになるのかな。整理するってことになると、やっぱりその全部こう取りっぱぐれるってことを考えたら、やっぱりそのちゃんとこう何年で返しますみたいなことの交渉していく必要があるんだよね。まあこれよくある話なんだよ。ドラゴンソリートっていう動画やってるんだよね。それの1話目のお客さんかな。もう十何年ぐらいずっと代位弁済してる保証協会払って削って削ってってね。で最後動画見てもらって分かるんだけど、いっぺんに払ったらどれだけ減免してくれるかの交渉しろって言ってだいぶ減ったんだよ。そのぐらい、まあ代位弁金の交渉っていうのはまあなかなかタイトです。だけど保証協会もまあそんななんかサービス会社みたいにゴリゴリ来る感じじゃないからね。一括で全部返せって言われても、まあそこはやっぱり粘り強く交渉していくというか、いうことがまあ大事なのかな。で、やっぱりこの事業というか、この法人に事業を置いてるっていうところが非常に問題点があるのかなと思います。新しくね、やっぱりこれは法人を作って、一回こう、赤字と黒字の部分というか、資金収支を一回整理する必要があるんだよな。で、なんでかというと、なんかよくあるんだよ、この話。代弁してる会社だけじゃなくて、資金繰りや外注費の支払いがしんどいとかってね。資金繰りに消えてく金なんかね、資金繰りっていうのは経営者の自己責任だから、やっぱり収益化ちゃんとしてるかどうかっていうとこ確認するために別の会社を起こしといて、そっちで事業を回して、そっちに俺らも資本とか融資とか入れていくからと。で、こっち経営顧問料で吸い上げてて、こっちから払っていきますと。いうふうにして経営の安定をまず求めましょうみたいな話をするんだけど、理解できないってやつが多いんだよな。じゃあそれなんかいくらで譲渡するんだみたいな話になるんだよね。なんか変な話なんだよね。逆にじゃあ俺じゃあお前こっちに資本入れてやるから、じゃあ何かあった時にこうお前どうやって責任取るんかみたいな、責任こうやって取るからってこう明確化しろみたいな話になるんだよね。そうなってくると、いや僕はなんか責任が取れませんみたいなやつが多いんで、この人なんかまさにそういう案件だと思うよ。経営者の資金繰りって自己責任で、そのね、早い段階から手打ってなかったことの手たらくがこういう風になってる。だからやっぱりそこの部分をどういうふうに責任取るかっていうところと、新しくまあ立て直すのにどうしたらいいかということを切り分けて考えていくと。だからそれと同時に、まあ保証協会に一括弁済されてもいいような、請求されてもいいような形を作りながら、そのやっぱり事業を運営していくのがいいのかなというふうに思いますよね。実際保証協会が一括返済を求めて破産まで追い込むっていうケースはあるものなんでしょうか。昔はなかったんだけど今あるんだろうな。なんかあれじゃん、サービスさんに売るようになったとかって聞いたよな。昔はサービスさんに売らなかったんだよな、確か保証債権って。なんか最近売るって聞いてるよ俺、プロたちの間の中で。今うちもほぼ再生やんないから、でもよっぽどこの視聴者の人とかね、既存のお客さんでこれが正義だと思うものしかやっぱ基本はやらないようにはしてる。なぜかというと従業員のストレスすごいからね、疲弊するし。こう一括弁済をして破産に追い込むことはないかもしれんけど、逆に言うとそれがもう難しいって時点で保証債務を売って、でそのサービス会社はもういつまでも付き合わないから、俺たちが来たからにはもう一発で全部返してもらうみたいな、分かってんだろうなみたいな人が来ると。そしたらなんかそういう風になってくると、どんどん追い込まれて思考が止まるんだよ、こういう人ってのはね。思考がもうバカだから、そういう人はもう何も勉強してないから、もう思考が止まるんですみたいな。思考が止まってしまって何もできませんみたいな感じで、あれだよ、自分で破産する金もないんだよな。そうするとなんかね、友達でそういう風なろくでもないやつがいて、弁護士を使って任意整理しますみたいな、なんか通知だけ出しておいて
自分は逃げてねっていう風な人が多くなるのかな。まあこれからやっぱその保証協会もそういうのにいつまでも付き合っておれないから、やっぱりその破産に追い込むってことはないにしろ、やっぱりサービスさんに売るって債権が非常に増えるのかなというふうに思いますよね。保証協会とはやっぱりこう密に連絡を取って、まあ、このような場合になってくると毎月面談もしてっていうことになれば、やっぱり待ってくれるっていうことが多いっていう感じですかね。まあそういうことよね。やっぱり逃げないってことかな、目の前の資金繰りから。そこで逃げてる人って何やっても逃げるんだよ。自分の神さんやもう息子や娘からも逃げるんだから、そういう人っていうのは。だからまあそれはまあ俺ももうその人の人生だから、もう俺も何も言わないんだけど、だけどやっぱりそういう人多いよ本当ね。まあそうならないうちにやっぱり日頃から勉強しとくと、学んで損になることってないでしょ。だからやっぱり普段から勉強して、やっぱりそういうやっぱ変えていく努力ということを常日頃やっておかないと、やっぱり従業員も家族も不幸になりますよというのが今日一番言いたいことかなというふうに思いますね。この人はね、まあ、結論どうしたらいいかというと、やっぱ新しい会社を作って一回まあ事業をこう精査した方を、儲かるところだけを一回寄せた方がいいかもしれないね。でそっちからこう経営顧問料で吸い上げてある程度返済していく、こっちはこっちで資金を集めていくっていうやり方がいいかなと思います。まあそういうことってこうやって話してても多分ね理解できないと思うんだよね。だから日頃から勉強しとく必要があるの。俺の会社は今要注意先だけど、山本先生が言うからちょっと勉強してみようかと思う人は、今1万2000円のメンバーシップやってます。4人1組でねやってるんだけど、だいぶまあお客さん増えてね50社超えた。いろんなマッチングができたりとかね、例えばこの間もあったんだけど、九州の方の銀行で俺らがちょっと手出しができない銀行っていうのがあってね、でもそこの銀行と取引してるお客さんっていうのがいてね、紹介してくれみたいないうようなことやって、そこからこう入っていってもう一人のお客さん助けたみたいなケースがあったりね、まあいろんなことがあります。やっぱりそういう日頃のコミュニティというところを通じて勉強されると非常にまあ身になると思います。あと30社ぐらいはやりたいと思っておりますので、ご興味のある方はこの社の概要欄にリンクを貼っておきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思っております。それと今ね資金繰り悩んでるとか、赤字体質から抜け出したいとか思っている方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。